久保さん。確かに手段は何でもいいと思いますね。ただその手段を使う自分に足があるかっていうのはいい感じじゃないですか。<laughs> よかったんじゃないですか。まあ、みんなね、歩こうとしないですからね。<laughs> うーんじゃあこれ歩かずに目的地に行く方法を今回シェアしようかなと。歩かずに、自分が歩かずに、自分が歩かずに目的地に到達する方法。うーん まあそれが、あの、人を使えってことですね。人を使え。人に歩かせるっていうね。まあ、会社って、じゃあ社、まあ、企業当時はもちろん社長が動かないといけない部分はありますよ。じゃあ、トヨタの会社の、トヨタって、社長が1兆円の売り上げ作ってるんですかって話で、1兆円ぐらいの売り上げを作ってるほぼ大半って、その下で動いてる人たちがいるからじゃないですか。その人たちが、じゃあ工場でね、全部ストライキしたら車作れないですよね。 車作れないってことは売り上げ上がんないですよね。もちろんトヨタは車以外の今ビジネスとかもやってるんでゼロにはならないとは思いますけど、じゃあそこで働いてる人がストライキへ全員起こしたら、トヨタって売り上げ上がります上がんないですよね。多分株価暴落ですよね。トヨタの社員が全員ストライキしましたと。世界のトヨタで働いてる従業員がストライキしました。これ株価暴落ですよ。もう潰れますね。完全に <laughs>。完全潰れますよ。 うん、だから、あのー、自分で動きたくないんだったら、あの、人を使うしかないかなっていう。まあ、今後はそのロボットを使うっていう手段も出てくると思いますけども、まだちょっとね、あのー、まだかなっていうところで。まあ、今現実的に言うんだったら人を使うっていう。だから自分で動きたくないんだったら人を動かせる。僕の場合はなんで人を動かすことをしないのかっていうと、できないからです。で、人を動かすっていうのは、あの、違うリスクがある。 違う精神的リスクがあるっていう、金銭的リスクと精神的リスクが伴う。で、この精神的リスクが、あの、金銭的なリスクもそうなんですけど、それ以上に精神的リスクの方が非常に高いと。なんでならば、あの自分が言った通りに動かなかった場合、なんでやねんって金払ってるのに、なんで動かないねんとかね。なんかその感情ストレス、感情リスクって、うん、結構大きいんですよね。 うん。だから、そこっすね。あ、そこが嫌なんですよ。そのリスクは負いたくないですね。そこにわざわざ感情を使いたくないんで。だから僕は人を使わない。自分が動く。で、自分が動くっていうことであるならば、別に自分だけの問題なんで。でもこれ人を10人雇ったら10人の問題が出てくるんですよ。これ100人、うん、雇ったら100人の問題が出てくるんですよ。だって100人。 全部違う考え方ですよね。同じ考え方ってないじゃないですかで。もちろん営業理念とかね、ビジョンとかを掲げて一つの方向に持っていくっていうこともしてるわけなんですけども、そうは言ってもじゃあ全員そのね、会社の信念通りに動きます動かないですよ。人間ですから。動きますかじゃああなたは動いてますかって話で動いてないですよね。<laughs> 会社辞めたいみたいなね。早くこんな会社辞めとりたいみたいな話じゃないですか。 ネットビジネスやる人って今の会社がめっちゃ好きでネットビジネスもやりますっていう人もまあまあいないんで。ということはもうその会社でそのビジョンだったり会社のために動いてないその 100%120% もしくは300%動けてないってことですよね。うん。で、それがリアルじゃないですか。でその社長はそれを知ってるかどうかわかんないですけど、まあある従業員 A さんはもう早く会社辞めてこんな会社辞めてね、あのネットビジネスやりたいと思ってるっていうね。 だけどそこに毎月給料払ってるわけじゃないですか。うん。だからまあ自分で動きたくないんだったら人使えばいいんじゃないかなって。だから久保さんの言うとおり、手段は何でもいいわけですよ。自分で動いてもいいだろうし、人に動いてもらってもいいだろうし、ただどのリスクを取るかですね。どのリスクを取るのか。僕は人を雇うリスクは絶対取り、取りたくないので。うん。ただ自分、自分のリスクを、自分でやるってことは自分にリスクあるわけなんですけど、自分のリスクを、 超えていくただだそれだけです自分一人の責任で生きていけるっていうで逆に言うと自分の一人の責任も超えられないようだったビジネスはちょっと無理かなと思いますねうんだからまあうまくいかない人って自分の責任を乗り越えられず何を言うかっていうとまあ人のせいにするわけですよね環境のせいだったりとか人のせいにするわけですよこれは乗り越えられないですよ すべ、うん、て自分の選択で、すべて自分の、うーん、決断、うん、行動、じゃないですか。なんかその、まあ、よくね、この、やり、億万長者合宿のやり取りでもありますけど、例えば、YouTube の動画をクリックするときに、人にね、指をね、こう押さえつけられて、こうやって押せと。お前、この動画を再生しなかったら、お前の恋人殺すぞ、つって、脅迫されてね、指を持って、こうやってクリックしたわけじゃないですよね。 自分がクリックしたわけですよね。自分が商品を購入するとか、その行動に至ったわけじゃないですか。自分がやってるわけですよね。で、そこに対して自分の責任を持てないっていうのは、うーん自分でビジネスをやっていくのは非常に難しいと思います。うん。そう。だからこれはまあ、人を雇うにしても人を雇う責任があるんで、だから結局、収入が高い人って、その責任を負え、責任を負える人なんですよ。 これ、リアルの仕事でもそうじゃないですか。アルバイトの給料と、じゃあ、その経営者の給料、もしくは、えっと、じゅ、社員の給料と部長の給料が違う理由って、これ、一言で言うと責任が違うからじゃないですか。責任が違うからですよね。な、なんなんですかその給料の違いっていう。多分、責任の重さだと思います。まあ、他にもいろんな言葉、言い回しとかいろんな理由はありますけど、一言でざっくり言うんだったら、責任が軽いか重いかですね。 うん、社長はなんで給料高いのか社長の責任が莫大に高いからです。うんまあそんな感じですね。いってらっしゃい。